この俺を呼ぶとは運を使い果たしたな、雑種。原初の姿にはまだ遠い。日々励めよ。この程度で喜ぶな。先は長いぞ。ここまで来ればあと100歩だ。音を上げるなよ、雑種。ボンプにしてはよくやったものよ。その必死さに免じ、人類最古の宝物を見せてやろう。言うまでもないが、貴様にだけ、特別にだぞ。出陣の支度をせい！退屈で仕方がないわ。常俺を飽きさせぬよう励めよ、雑種。サーヴァントとマスターの関係だと？俺が貴様に仕えているのではない。貴様が俺を盛り立てているのだ。この世の財宝はすべて俺のもの。それがどのようなものであれ、宝であるのなら手に取ろう。気に食わぬものか。なんであれ、自己の限界に挑まぬ生命はつまらん。獣と人の違いよな。聖杯？酒を飲むには最適の道具よな。決まって血生臭くなるのが難点だが。またぞろ祭りが始まったようだ。行くがよい、雑種。こたびの戦いも暇つぶしよう。この俺を本気にさせる戦いなぞ、そうあるものではないからな。俺の蔵に限度はあるのかだと？あるとも。そこは確かにある。だがそれはお前たち人間の知識の底でもある。まあ、いずれわかる日が来ようさ。他に何人か英霊どもと契約しているようだな。凡人である貴様では仕方のないことだが、気に食わん。俺と肩を並べるのだ。せめて一流どころを揃えておけよ。何？言うほど最強ではない。油断が過ぎる。たけ！慢心せずして何が王か！貴様もおおらかに構えるがよい。ボンコツながらよく戦うな、雑種。うん。珍しいこともあるものだ。貴様との戦いならば、少しばかり本気になってやってもいいか。貴様の誕生日だと？はっ、知らんな。貴様の誕生日だと？たわけめえ。そういうことは7日ほど前に言っておけ。